どうも、マルベリーです。実況パワフルサッカーやっていきましょう。さあ、タッチスタート。ついに来ました。パワフルサッカー、こんな感じなんだね。同意する、開始。いやー、パワプロシリーズ、サッカー版が来たということで、なんと今回のパワプロ、パワプロじゃねえな、パワサッカー、まあ、実況パワフルプロ野球ベースのバックエンジンには、ウィニングイレブン、サッカーゲームでおなじみウィニングイレブンが使われた、なんとアプリということで楽しみにしてまいりました。まあ、ちょっとリリースから何日か経ってしまったんですが、ちょっと都合上ですね、今日初めてプレイするような形になりますんで、やっていきたいと思います。さあ、やってまいりました。いきなりもうサクセス画面でスタートするんですね。ついにここまで来たな。あと1勝、あと1勝で日本一だ。お、頑張ってみんな、私絶対勝てるって信じてますから。オイラはこの試合でサヨナラホームランを打ってドラフト1位を目指す。やべえこら、お前サッカーだ、サッカー、やべえサッカー、あ、やべえサッカーくん、俺ってサッカー部で、それな、軽いジョークです、ヤンス。うん、ヤンスはね、今回も継承ヤンス、うん、みんな緊張しすぎでヤンスよ。それならいいんだけど、じゃあ気を取り直していくぞみんな。おお、あ、ここら辺はね、パワープロライクですね。ピボン、お知らせだよ。私パワサカナビゲーターの、白瀬みなみ、ここから私が説明するよと。物語を楽しみながらサッカー選手を育てて最強のチームを目指すんだということで、まあもうサクセス、あ、そしてマイチーム、スタジアムという形で、プレイできるみたいですね。もちろん楽しみ方は人それぞれだけど、最初この私、白瀬みなみだっけ、基本的な遊び方を教えてくれると。試合の操作、お、いきなりチュートリアルは試合操作が始まるみたいです。さあ、どんな感じなんだろうね。お、こういう感じ。え、キックオフ、なんか PK 的なのかな。さあ、シュートチャンスだよ。シュートカーソルを動かしてゴールを狙おう。画面のどこかに触れて指をスライドさせるとシュートカーソルが動くと。なるほどね。こうやってカーソルを、はい、うまく動かせました。画面から指を離すとシュートすると。なるほどね。収束しているリングがシュートカーソルに重なったとき指を離すと正確なシュートになる。なるほど。それじゃあやってみよう。多分なんかこのゲージが動くんだろうね。で、まあ、どうしようかね。とりあえず、この子は右利き？右利き。で、なんか、アウトサイドに回るシュート打つんだね、これ。じゃあ、まあ、右端を狙おうか。右端を狙って、離して、あ、ジャストになった。ゴール。あ、離すタイミング、なんかゲージのリング動いてた？これ指で操作してるから見にくかったな。ちょ、もう一度、もう一度。あ、うん、まあいいか。もう一回やらして。はい、もう一回やりますよ。え、なになに、あ、びっくりした。こうでしょ。あ、この大きい丸か。白い丸だ。でもこれ親指とかで操作したら見えないぞ。これタッチペンとかでやった方がいいのかな。まあでもなんとなく、こう、収束したら、水色にピカーンって光るんだね。このタイミングでいこう。ギリギリでやってみようかな。ふっ、あ、早かった。さっき適当に打ったねんな。お、それでも入ったわ。まあ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 、こんな感じみたいですね。次に進みましょう。ちょっとタッチペンでやってみようかな。お、今度は？今度はシュート止めてみよう。お、止められる場所？セービングカーソル、中央のバツに向かってキーパーがセービングする。画面のどこかに触れて指をスライドさせてセービングカーソルを動かすようと。セービングカーソルがこうやって動くと。で、ここにカーソルを合わせてみようということで、なんかボールが出てきましたが、こういうことかな？緑になるまでセービングカーソルを近づけて、この状態でタイミング画面から離すとセーブすると。リングがどんどん収束していって、これもボールアイコンの枠に重なった瞬間に指を離そう。そうするといいのかな？あ、今離せと。そうするとジャストでキャッチしてくれると。なるほどね。これがタイミングずれると多分弾くんだろうね。こう、これでいいんだ。うん、まあいいや、次へ進もう。さあ、どう、試合の操作方法分かった、分かりましたよ。スタジアムから特設、特訓スタジアムを選んで個別トレーニングしてみて。ドリブルとかパスとかボールダッシュとか、もっといろんな操作が分かる。サクセスモードについてなんだけど、まずはホーム画面に移動する。はい、移動しましょう。あ、なんだ、あれはなんかサクセス風だったけど、いきなりサクセスが始まったわけじゃないんだね。選手を育成する前にあなたの名前を教えてくれる。任せてくださいよ。いつものお名前でございますよ。こだわそう。マルベリさん。マルベリさんですよ。はい。次へ。登録する。
うん、嬉しい、恥ずかしい、マルベリー、違うわ、名前登録したよ。マルベリーさん、これからもよろしくね。それじゃあ早速だけど、サクセスモードを、やっていくと。で、パワフル高校アイコンをタップしてみて。まあ、これも多分高校いっぱい出てくるんだろうね。高校のサッカー部に入部して自分だけのオリジナル選手を育成しちゃおうということでございますが、入部届に基本的なプロフィールを書くだけ。ほう、なんかサービスしてくれるってことですが、もういきなりマルベリーを作んなきゃいけないんだ。入部届を出したら次はイベントデッキ。これは、従来のパワプロと同じような感じですね。略してイベキャラ。はい。イベキャラガチャでゲットできると。あ、もういきなりガチャ行くの？お、リフティングしてる。画面をタップ。行きましょう。ていお、なんか一瞬、金っぽかったけど、レア。まあこれは従来のパワプロアプリと同じ評価って感じですかね。R が、まあ、なんていうんですか、ノーマルよりはいいっていうくらいですか。ノーマルよりはいいってくらい。それじゃあ、そのイベントが、はい。イベントが発生すると、キャラごとにね。サクセス持ち込むアイテムが設定できると。これもパワープロと同じですね。で、消費スタミナみたいなのがあると。で、今回はゼロでいけると。育成開始。短いサクセスをやってみよう。あ、なるほど。チュートリアルサクセスって感じなんだね。練習をタップ。練習。あ、オフェンスとかいろいろあるわ。ディフェンス、フィジカル、スピード、テクニック、メンタル。あ、メンタルはね、ここはパープルライク、継承してくれてます。オフェンス。筋力、技術、精神、敏捷。あ、ここも変わんないね。体力28。あ、もう完全パーサクセスだね。これもうサッカー版のサクセスって感じだね、完全。デッキにセットしたイベキャラのイベント。あ、イベント発生してくれました。オイラはキュートな砲撃が一味違う。やべさかシュートでやんす。オイラは生まれ変わってもムニの親友でやんすから末永くよろしくでやんす。あ、ガンダーじゃなくて今回はジョン。ジョンが来てくれる。いろんなアイテム持ってくる。あ、ここら辺もね、同じ感じですね。仲良くなれた。どうだろう。イベキャラの評価上げるといろいろないいことがあるでやんすよ。あれで、あ、口癖がずっちゃったって。まあこういうね、小ネタも挟んでいきますよ。いえいえ、パープルライクでございます。イベキャラはスタジアムでは使えないから気をつけて。はいはいはい。で、作った選手をマイチームに入れるというような感じなんでしょう。練習コマンドの枠が光ってる。あー、なるほど。これはスペシャル、あ、じゃない。あ、いいのか。タックか。スペシャルタックトレーニング扱いになるんだね。矢部君ともういきなり仲良くなっちゃったから、スペシャルタックが発生したと。そして、あ、ビックルマークが出てるときは骨イベですね。加算員でいいのかな、あれ。ユウくんの評価上がって。マルベリくん、ユウくん。僕の特技。おお、無回転シュート教えてくれんのか。ドリブラーのコツ。いいね。ちょっと面白い。コツがなんかいろいろサッカーっぽい感じのやつになるんだろうね。興味ありあり。能力アップ。オフェンス、ディフェンス、キック、スピード。おお、こういう感じで能力か、分けられるんだね。はい。休むがあると。で、これで体力回復しないと、怪我しちゃうよと。はい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 。はぁ、もうできちゃったよ。育成完了。マルベリー、弱っ。オール E。総合評価は F。これで、チュートリアルが完了って感じなのかな。あ、で、作った選手をマイチームに入れようと。スタメン。編集。センターフォワードだったんだね。ドラッグ&ドロップで変更ができると。で、戻ると、マルベリが入ってると。なるほど。ここら辺はもうパープルと同じですね。で、スタジアムっていうのもパープルと同じでしょう。お、なんかパワースター5個もらえた。お、パワースターが2個。事前登録20万人。あ、私今回ね、ちゃんと事前登録してましたから。パワーさがね。ドリンクももらえた。ここら辺のアイテムも基本はあれなんだろうね。パワープロと同じような感じなんだろうね。なんかすげえぞ。プレゼント。おお、白瀬みなみ SR がいきなりもう来てる。これはなんだろう。すごいことになってるな。なんか、まあ、リリース記念でね、いろいろと来てるみたいです。一括受け取りしましょう。はい、全部受け取りました。そして、ガチャももう引けるようになってるね。まあ、今取ったキャラをちょっと設定してみましょうか。イベキャラ。デッキ編集。
なんかイベキャラいっぱいいる？ああ、違う、これ下道群像か。強化素材ですね。まあ、SR、この、白瀬みなみちゃん。これも彼女キャラ的な感じになるのかね。今出てきたナビゲーター的なね、感じみたいでございますよ。で、ガチャちょっと見てみましょうか。で、ガチャは、レアガチャが、パワースターか。パワースターか。で、引けるってことですが、今は2個しかないから引けないんだね。で、SR 確定とかいろいろ来てますね。いや、これもガチャ、あ、ガチャじゃねえや。パワースター貯めてちょっと引きたいところでございますが。ノーマルガチャは1日1回無料ガチャある。いけるみたいです。で、さあ、まあ、ここはノーマルかレアがね、出てって感じなんでしょうか。てい！ノーマルっぽいね。なんだこれ、また女の子っぽいぞ。ミクモさん。あ、でも PN だった。で、ガチャはまあ、この無料ガチャ分だけなんだね。とりあえずは。じゃあ、これもイベキャラにセットしましょう。とりあえずはね。よいしょ。いるもんをね、つけといて。いるもんっていうかね、今ある分をつけといて。さあ、これで今んとこできるのはあれかな。あ、チャレンジがあるね。これもパープルアプリを継承してくれてますね。イベントデッキを編集でレベルアップのデスゲタゲット。ありがとうございます。そしてデイリーチャレンジは、アサクセスで1人、スタジアムでゴール、イベキャラを3回強化。あ、ガチャピンもらえるね。じゃあ、イベキャラをまず3回強化しよう。SR キャラがいたので、イベキャラ強化で、SR キャラを3個振っちゃいましょう。まあ、ちょっと、一応保険をかけて、R の方は保管しておきましょう。選択完了。強化したかったけど、ゴールドがない。イベキャラの方行って、イベキャラ売却か。これで、ちょっともったいないけど、300ゲットしましょう。売却。はい。これで300ゲットしたので、強化の方行って、3体強化。選択完了。はい。で、強化完了と。そうすると、更新されて、イベキャラのレベル上げる。あ、チャリももらえるんだ。そして、デイリーチャレンジの方が、ガチャピーを200ゲットできて、これでもう一回、レアガチャじゃない方かな。ノーマルガチャの方が引けるので、これももう一回引きましょう。ガチャル。てい。まあ、ここら辺はね、パープルアプリをやってたから、こう、何をやんなきゃいけないのかとかっていうのは、明確になってますね。角間飛竜ってお前、将棋じゃねえかよ、これ。まあ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 、何が出てもいいんですよ、最初は。とにかく、私がやりたかったのは、これでイベキャラで、イベントデッキを編集で、はい。これで5体入りました。この5体でね、まずは最初やっていこうかなと思います。まあそう、うん。まあ要はイベキャラをマックスにね、揃えたかったんで、今、最初からできる部分をやってみました。あとなんかお知らせになんかありそうだな。チケットがなんちゃらとかって見えたけど、ん？ SR ガチャ、チケ、ん？ガチャ券をゲット。ウェルカムチャレンジ。これはチャレンジにあるのかな？デイリーと、あ、これか、ウェルカムチャレンジ。サクセスでフォワード1人。なるほど。これを全部やったら、あれですね。ウェルカムチャレンジすべて達成すると SR ガチャ券がもらえるという感じでしょう。あとパワースポってなんだろうこれ。パワースポ。ミドルシューター注目新人。ともき。これは何なんだろうね。あ、ランキングとかが見れるようになったってことかな。あ、なんかチャレンジが更新されてるよ。あ、日刊パワースポを見るだけで。あ、マジか。パワースポを見るだけでチャリに1000もらえたのか。いやー、ゲドウ君2個もったいなかったな。皆さんもご注意してください。こういうのなんかやってたら、チャリもらえるみたいです。あと、イベキャラで、一応 SR がゲットできたので、あ、SR が1体いるので、この子をリーダーにしましょう。リーダー設定。はい。一応ね、すぐ変えるとは思いますが。さあ、ということで、初サクセスやってみましょう。さあ、来ました。パワフル高校。はい。ということで、最終的な能力はこの後見れるのかな。名前をちょっと変えましょう。パープロから続いている伝統でございます。マルチノ、ディコナ。チノ選手だったんでね。マルチノにします。規制完了。冠名をつけていくっていう感じでね。
はい、来ました育成完了、オフェンシブミッドフィルダーということで、総合評価は D、 もうちょいで C だったって感じですかね。これが初めて作られたキャラクターということでした。またねということです。で本戻ってくると、おチャレンジが更新されてるかな。一括受け取りしましょう。他は、おお、なんかいっぱい来てるね、すごいね。一気に更新されたなこれ。まあ、1回サクセスやっただけですごいですね。今作った選手をこれでマイチームにスタメン編集、編集するで、こうやって入れ替えして、マルチノちゃん来た来た、マルチノが設定された、これで OK だね。これでもなんか更新されるんかな。あ、チャレンジ更新されてる。スタメンチーム編集はガチャピーゲットした。サクセスとパワースポ、そして、チャレンジャー見てきたので、スタジアムを見てみましょうか。パワフルスタジアム。試合。で、相手はオートマッチングみたいな感じなんですね。あ、なんかこれチュートリアルってことか。これは初スタジアムはチュートリアルなのかね。さあ始まった。ここはオートプレイでできるみたいですね。いや、いいね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 。もう一人で行っちゃったよ、これ。おお、これオートなんだ。スタジアム完全オートなのかね。お、追加点を奪え。何これ、画面をタップ。スライドでドリブル、フリックでパス、タップでシュート、守備、長押しでプレス。あ、やれと。わかんねえな。おお、よしよし、動き出した。いけ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 。パス。よしよしよし。あ、わかったわかった。パス。いやー、それは無理か。お、取れ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 。お、うん、取れない。難しいな。今までずっとオートプレイだったからね。OK、司令塔パスだ。あ、何やってんの何をやってんだ。おいおい、取れ取れ取れ。よし。シュート。あー、左利きか。シュートを、まあ、しゃあないか。隅を狙いましょう。ほい。あー、ちょっと遅い。おお、入った。スーパーキックじゃねえかよ。難しいな、操作慣れないと。でも、あれだよね。基本的には移動フォーカスとか出てるところはウィーレっぽいね、確かに。ただ、あの、操作の、あれが分かんないな。ああ、試合終了。いや、難しいわ、操作は。これちょっと慣れないといけないね。いや、パワープロも最初難しかったもんな、操作な。慣れてからだな。はい。ガチャピートメダル。あ、相手の試合みたいなのもあるんだ。あ、3対3、得点、アウェーゴール。お、勝った。なるほどね。2戦の結果って感じなんだね。いや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 、これは難しいわ。あ、これでチュートリアル終了なんだ。いや、これやり込まないといけないことはいっぱいあるな。たくさんあるぞ。まあ、とりあえずでもこれで一通り、やってみてっていう感じですね。まあ、ちょっとやり込まなきゃいけない要素はこう見えてきたので、ちょっと今後やり込んで、ガチャ引いて、このパワフルサッカーをちょっとやり込んでみたいなと思っております。ということで、初めてパワフルサッカーやってみた動画でございました。今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。